リセスを愛するみんなに2週間の特別な学校リセスレミナール。いい感じじゃん。23日から2週間毎日昼3時はリセスマニアになるための授業を行う。授業の内容はこう。平日はリセスを2話連続放送、そして週末はリセスの映画を上映。はい、復習。平日は2話連続、週末は映画だよ。さらに毎日番組の最初に課題を出す。 TJ の好きな漫画は、ハスラーの本名はなど、答えはその日のリセスの中から見つけ出そう。番組の最後では答え合わせと今日の名言も発表。バカにされたら堂々と戦えばいいんだ。バカにされたら堂々と戦えばいいんだ。リセス好きです。リセスレミナール。23日から2週間毎日昼3時、トゥーンディズニーで開講。